77.5 FM 新潟。それではこれから、もっと仕事でスキルアップしたいとか、起業したいといった若者にアドバイスをお願いします。はい、人生何がきっかけになるか分かりません。自分が向いてるとか向いてないとか、できるとかできないっていうことは、多分今の年齢、今の経験では分からないと。後から振り返ってみると、あ、そうだったんだ、これってできることだったんだって気づく時が来るんですよね。で、辛かったこととか、もう無理と思ったことも、多分おじさんになってから笑い飛ばせる日が来るんですよね。なので、今辛い人でも、これから大変なことに取り組む人も、その今の大変なこと、辛いことを楽しんで面白がってやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。